はい、どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、仕事のストレスとか、人間関係のストレス、もっと言うと、取引先とかね、お客さん、顧客に対する、クライアントにですね、対するストレス、クライアントから受けるストレスか、こういったものをですね、軽減するための方法、これをご紹介したいというふうに思います。このチャンネルはこういうふうに様々なですね、研究とか、あるいはですね、様々なですね、名著とか文献とか、そういったものからですね、皆さんの人生をですね、いい方向に、ですね、こう、進めるための、進めるきっかけになるような、知識をご紹介しております。ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、今回はですね、普段から交渉したりとか、営業したりとか、なんかいろんなことを皆さんされると思うんですけど、あるいは会社の中の人間関係でもそうなんですけど、やっぱりどうしてもこう、人間関係とか会話、そういったものからですね、受けるストレスっていうのは、かなり甚大なわけです。で、こういったものに強くなるためにどうすればいいのか。で、この方法を一つですね、カリスマをですね、調べた研究からご紹介したと思います。カリスマっていうと皆さん誰をイメージしますか？歴史上の人だったりだとか、あるいはまあね、タレントさんでもいいし、別に政治家でも昔の政治家とかでもいいし、歴史上の偉人とかでもいいんですけど、やっぱり皆さんの中でカリスマだな、あの人はって思う人って、ストレスに強そうに見えません？結構。まあ、アーティストとかのカリスマの場合だったら逆にこう、なんか、なんていうんですかね、センシティブというかナイーブな人をイメージする人もいると思うんですけど、結構カリスマ性が高い人っていうのは、自分の世界を貫くですね、自分の心情を貫くメンタルの強さ、こういうものを持ってるわけですよ。で、こういうカリスマの人たちを調べていくと、実は彼らって生まれつき別にめちゃくちゃメンタルが強いわけじゃない人たちも結構いるんですね。自分なりにいろんな工夫とか行動をとって、それによってメンタルをですね、安定させてるってことが分かってるわけです。ストレスをですね、跳ね返すための工夫っていうのは結構してるわけです。で、今日はそんな中から超簡単にできるのに、特に取引先、営業とかの時ね、取引先との人間関係、こういったもののですね、ストレスをですね、軽減する方法をですね、今日はご紹介したいと思います。今日の研究は2012年、イリノイ大学がですね、行った研究です。これですね、まあ、小規模な研究なんですけど、参考になると思います。18人のビジネスマンにですね、協力を頼んで、脳波計をですね、頭に、つけてもらって、で、脳波をですね、測定しながら、仕事をしてもらったんですね。実際に商談とかもしてもらった、そうなんです。でですね、これ何が分かったかというと、商談をする前、交渉したりとか、あるいは営業をするときにお客さんと対峙したりとか、取引先と対峙して、会話をしますよね。で、こういう会話をする前に、あることを行っていた人たちっていうのは、周りから見たときに、今、あの人は信用できるねって、カリスマ性が高いねっていうふうにですね、判断された上に、脳波もですね、リラックスしていて、仕事のですね、関係からですね、受けるストレスっていうのが、まあ、減少してるんじゃなかろうかということが分かったっていう、ちょっと面白い研究なんですね。じゃあ、これ、何をしたかっていうと、これです。これです。はい。握手です。そう。実はですね、商談とか、相手と会話をする前に、強めの握手をですね、した、人ほどですね、相手から見たときに仕事もできそうだし、頼りになりそうだって、カリスマ性がありそうだっていうふうに判断されて、で、さらに、その、握手をした側ね、そう、だから皆さんがこれをやるんだったら、皆さん側ですよ、の、脳波もですね、リラックスして、ストレスもですね、あまり感じてないんじゃないの、というですね、ことが分かったという面白い研究なんですね。固い握手で、相手からの印象も良くなるし、自分のストレスも、減るというですね、ちょっと面白い研究なんですよね。で、これ面白いことに、じゃあ、ね、それ、肩握手をしたことによって、例えば欧米とかだから、こういう肩握手をすると、あ、こいつはなかなかいいやつだなと思われて、で、相手がひいき目にしてくれるから、それストレスに強くなってるんじゃなくて、ストレスそのものが なくなってたんじゃないのと。要するに、交渉がただうまくいってただけなんじゃないのって思う方いらっしゃると思うんで、一応ですね、これ、もう一個データが取られてまして、事前にですね、こういう肩握手をした人たちっていうのは、その後のですね、商談とか、交渉とか、そういったものがかなり厳しい結果になってしまった場合でも、ネガティブな影響がですね、和らげられていた、軽減されていたってことが分かったんですね。で、そのおかげで、そのですね、交渉でしんどいことがあったりとか、仕事で嫌なことがあった後の別な仕事でも、仕事のパフォーマンスっていうのが向上していたんですよね。だから、固い握手っていうのは、実は、皆さんを仕事ができる人に見せるだけではなくて、皆さんを仕事のストレスから守ってくれる、人間関係の仕事における人間関係のストレスから守ってくれる効果もあるということなんですよね。すごいですよね、これね。で、実際ですね、研究チームはこのようにコメントしております。握手の力を見くびってはいけないと。握手をすると、あなたの第一印象が良くなるだけではなく、悪い印象をですね、消すことすらできるのです、というふうに言ってるんですね。そう、だからまあ、やっぱりね、相手とですね、商談をするときに、なんか商談がうまくいかなくなっちゃったりとかね、厳しい結果に終わったりとか、する場合でも、前後に、
一番最初に、ね、握手をして終わった後も強い握手をするというですね握手をしておけば、少なくともですねまあこういうカリスマ性のですね低下皆さんが仕事できるかどうかっていう評価は、低下しない可能性があると、ね、可能性が高いですよと、うん、でさらにストレスにも強くなりますよというお話なんですよね、うん、で、これですね、まあ、とはいえでも握手をした時に皆さんも強い握手をブンブンってしてくる人とか、保険の営業さんとかでいるじゃないですか。とりあえず、今日ありがとうございましたつってこれ、ね、ドヤみたいな感じで、ね、もうこういう感じで握手を求めてくるレベルの人がいるじゃないですか。ちょっとうぜえなと思う握手ありますよね。で、これ、一応ですね、この研究データによるとですね、理想的な握手をするための条件っていうのも、分かってますんで、今日はですね、それも、まとめてご紹介します。手のひらはですね、できるだけ乾燥させてください。汗ばんでいないっていうのがポイントになります。だから変な話です。ね、ジムとかに行ってね、シューってスプレーしてね、こうやってね、なんていうんですか、こう滑り止めみたいな感じにね、するね、スプレーじゃないですけど、手のひらはですね、しっとりしてたりとか、汗ばんでる、まあ、しっとりぐらいだったらいいけど、汗ばんでるよりかは乾燥する、ような風のですね、状態が好ましいという風にされるので、まあね、それこそこうね、ちょっと、なんていうか、制汗剤というか、手の汗を抑えるためのですね、工夫とかをですね、しておくというのはですね、いいポイントになるそうです。はい、手のひらはなるべく乾燥させて、汗ばまないようにしましょう。これが一つ目のポイント。二つ目のポイントはですね、アイコンタクトをしながら握手をしましょうと、アイコンタクトをしながら笑顔で握手をしましょうというのがですねポイントだそうです。はい、やっぱね握手するときってどうしてもここ見ちゃう人がいるんですけど、やっぱりねここ見て目を見てですねやった方がいいですよというお話なんですよね。で、握手の理想的な時間なんですけど、時々うわーなんかこの人気持ち悪いなと思うように握手してくる人いますけど、あれね大体皆さんねカウントしてみてください。握手長いんです。握手しながら喋る人がいるじゃないですか。でも、それこそね、なんかね、ほら、政治家のね、日米首脳会談みたいなのね、こうやってやって、こうね、写真撮るために握手してね、しながらずっとこうやってやってる場合ありますけど、ああいう長いのはダメで、握手のですね、理想的な時間は2秒から3秒ぐらいです。だから本当に、グッって。だからもう本当、握手というか、本当に相手手を握る。終わりぐらいのもので OK です。2、3秒ぐらいに留めましょうということですね。はい。実はですね、これ、印象が悪化する握手ってのも分かってまして、今言った、なるべく手のひらを乾燥させましょう。アイコンタクトを取りながら笑顔でやりましょう。握手はですね、もう一瞬でいいです。2、3秒の間に収めてください。だけではなくて、実は、両手でこうやって握手する人いますよね。あー、今日は、ありがとうございました。いやな、握手する人いますけど、あれ、最悪だそうです。はい。右手で相手の手を持ちながら、左手で相手の手を押さえるって握手ありますけど、これはですね、逆に相手の印象が悪化するってことがですね、分かってるそうなんですよね。なんかね、丁寧にしようと思って、こうやって握手する人いますけど、あれはね、あんまよろしくない、そうなんですよね。そう、なのでぜひ皆さんもですね、握手は、爽やかに、力強く行うというのをですね、やってみてください。交渉する前と、交渉した後、会話をする前と、会話した後、ぜひ、これやっていただくだけでですね、だいぶ人間関係のストレスがですね、強くなるんじゃないかというですね、話が出てますので、ぜひですね、試してみてください。はい。いいですね。もう試してみてくださいっていいですよね。やっぱね、科学ってね、やっぱ自分で試すことが大事なんで、ぜひ皆さん試してみてください。で、今日はですね、おすすめの本と、仕事に役に立つそうなおすすめの本と、あとはですね、まあ、こういう印象を良くするための、で、印象を良くして自分のメンタルも強くするための方法をですね、今日は続きの動画でご紹介します。今日のおすすめの本はですね、じゃあ、本当に仕事ができる人ってどうやって考えてるのというところなんですけど、実は仕事ができる人ほど物事をシンプルに考えます。間違っても、まあ今ね、日本でね、やられてるような、ね、政治家がやってるようなですね、複雑なシステムを作ったりとか、税金上げて税収上げたのにポイント還元するとか、そうですね。わけのわかんないことをしないわけですよ。そう。だからね、やっぱりね、物事ってシンプルに考えるべきだと。じゃあ、シンプルに考えるんだけど、いろんなものに適応して適応力があって、かつですね、それが会社全体、あるいは皆さんの人生全体に影響を与えるような、シンプルな仕事ってどうやってやればいいのと。これをですね、解説してくれてるのが、ドナルド・サルさんです。今日のおすすめの本は、ドナルド・サルの、シンプルルールズ。仕事が早い人は、ここまでシンプルに考えるっていう素晴らしい名著がありまして、ルールは、もう仕事のルールは3つだけにしろと。で、この3つで、すべてが成り立つなルールを、自分なりに作るのが大事だよ。じゃあ具体的にどんな会社がシンプルルールで、物事を解決したのか、どんな会社が、そのシンプルルールをですねどういう風に作ったのかと、でそしてどういう成果を出したのか、こういった内容がですねまとめられている本になります。今日の番組タイトル下の説明欄の方にドナルド・サルさんのシンプルルールズ入っております。ぜひチェックしてみてください。今日の続きの動画なんですが、今日の続きの動画は初対面力を高めるための方法ですね。初対面力です。はい。カリスマ研究を元にして皆さんの第一印象を、高めていって初対面力をですね身につけた
ための方法を続きの動画で解説しています。初対面の印象がいいとね、結構楽なんですよ。やっぱりね、人間って一番最初にですね、自分が感じた印象を補強する情報を集めるんですね。だから第一印象で、あ、いい人だなと思ったら、いい人である場所を探すんです。第一印象で、あ、こう仕事ができそうだなと思ったら、仕事ができそうな場所を探すんです。逆に嫌なやつだなとか、仕事ができないやつだなっていう風にですね、思われてしまうと、そういうですね、荒探しをされてしまうんですよ。だから荒探しをされるのか、それでもいいとこ探しをしてもらえるのかっていうのは、皆さんの第一印象で決まるんですね。だからこれで損をしないための動画、今日はですね、続きの動画としてご用意してあります。番組タイトル下の説明欄、または動画のコメント欄から初対面力を高める方法をぜひ勉強してみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。